こんにちは。人からわかる3分美術史。今日はターナーについて勉強していきましょう。ジョセフ・マロド・ビリアム・ターナー。1775年生まれ、イギリスのロマン主義を代表する画家として知られます。ターナーは、ハノーバー朝ジョージ3世統治下のイギリス・ロンドンで、床屋の息子として生まれました。ターナーが生まれたのと同じ年に、 アメリカ独立戦争が勃発。14歳の頃にはフランス革命が起きるなど、各地で市民革命が盛んな時期にターナーは育ちました。ターナーは孤独を好む性格でしたが、10歳の頃より絵の才能を発揮し、14歳でイギリス最古の美術学校であるロイヤルアカデミー・スクールズに入学。水彩画家のトマス・モールトンに支持しました。 早くからターナーは画家として高く評価され、18歳で芸術協会賞を受賞。20歳を過ぎる頃には多くの注文を受ける人気の画家となっていました。その頃の作品が会場の漁師。1796年21歳の頃の作品であり、当時流行であったジョセフ・ライトラーのキアロスクールに影響を受けた作品となっています。 また、荒れ狂う海のモチーフは、ターナーにとって生涯重要なモチーフとなっていきます。ターナーは生涯にわたって数多くの旅をした画家でもあり、1802年にはイタリアに旅行、ニコラプサンラの作品に影響を受けています。その頃の作品がエジプト第五の災いです。旧約聖書から主題を得ては言うものの、 風景や自然の脅威が絵の主役である歴史的風景画となっています。引き続きターナーの作品を見ていきましょう。雨、蒸気、速度。1844年、69歳の頃の作品です。後年のターナーは光と大気の効果に着目し、抽象的とも言えるような作風となっています。また、この頃にゲーテの色彩論を読み、 影響を受けたと考えられています。ターナーは1851年に76歳で亡くなります。それまでにイギリスのロマン主義を代表する画家として、また、ジョン・コンスタブルらと共に風景画の開拓者として、あるいは光を描き、クロード・モネラに大きな影響を与えた先駆者として、現代においても重要な画家として知られています。以上。